私ですか？私、本当はドライブガールズになるつもりはなかったんです。え、レガリスちゃんも？自然保護課の職員テストを受けたのですが、テストの帰りに試験官をされていた教官にお声をかけていただきまして、ぜひにと。私、それとよく似た話知ってるかも。ですが、その時教官からいただいた言葉を信じてよかったと思っています。後悔はしておりません。言葉？はい、私、小さい頃からずっとお家で一人ぼっちでした。そんな身の上の私に教官はおっしゃったんです。自分の居場所は自分で見つけるものだと。自分の居場所。それで私、ここに来て見つけたんです。私、この島が大好きです。ナンシーさんも皆さんのことも。この島が私が見つけた私の居場所なんです。レガリスちゃん、そうだね、私もレガリスちゃんが大好き。この島もみんなも。はい、じゃあランシエさんの居場所は私の居場所と同じですね。バグ反応です。島の南東にバグ反応あり。私の大切な居場所で暴れるバグズは許せません。行きましょう、ランシエさん。レガリス、大丈夫です。皆さんのお役に立ちます。目標エリア到着を確認。バグズ掃討作戦を開始してください。もう。
ションクリア。ご無事で何よりです。やりました。褒めてくださいね。定期便は先週どっさり保養品やら燃料やら置いていったけど、また来てたの？違うわ、レガリスの実家からの仕送りよ。レガリスちゃんの実家の仕送り？あら、あなたたち知らなかった？レガリスの家は国内で右に出るもののない財閥よ。利権にも多額の研究資金を提供していただいてるわ。何それ、聞いてない。ナンシーさん、ゲラクサさん、申し訳ないですが、到着した荷物をお部屋へ運びたいので手伝っていただけないでしょうか。そんな、レガリスちゃん超セレブだったんだ。おや、お二人とも固まってしまわれて、どうされたんですか？目の当たりにした現実に硬直してしまったみたいね。